今回のゲストは長澤俊選手です。よろしくお願いします。あの長澤選手、ガチトリニータは見てくださってるんですよね。はい、ありがとうございます。いや、本当に本当ですか。これですよね。あ、うわ、すごい嬉しいね。嬉しい。え、何時からやってるか知ってる。結構あれですよね、何回もやってますよね。おー、すごい。絶対大輝さん見てくれてますよ。いや、多分見てる。ちなみに長澤選手は何がきっかけでそのガチトリニータという番組を知ったんですか。いや、まあでもチームの番組があるっていうのは聞いてましたし、あの番組表でこうテレビの欄でもガチトリニータってあったので、それで毎週録画みたいなのなんか、ね、でもなんかずっと毎週録画だと同じようなやつが撮れちゃったんで、それで知ってました。うん、嬉しい。嬉しいね。確かに毎回録画したらめっちゃ撮れるから、あれ。再放送がたくさんありますからね。そうそうそう、再放送がめっちゃあるのよ。え、実際にガチトリニータ見てどうですか、感想は。いや、なんかでもその選手の素顔っていうか、まあサッカーのこともそうですけど、そういうやっぱ、なんていうの、サポーターの方たちって意外とプライベートのことも知りたいのかなっていうのもあると思う。うん、なんかすごく僕は楽しく見させてもらって、まあ、あの高松さんがやっぱあのすごい大先輩っていうのもあって、なんかサッカーのこと語ってるのも僕はあの聞きながら、なるほどなっていう思いがあります。ああ、嬉しい。辛口じゃないですか、大輝さんは。いや、まあでもやっぱ現役でやってた選手っていうのは、あの、ね、やっぱ普通にこうサポーターの方とやっぱ目線が違うと思うんで、うん、そういう部分はあのサポーターの方からしたらすごくいい目線での話で面白いんじゃないかなって。おー、よかったですね、大輝さん。一押し。もうあれ、長澤選手、今年の、うん、注目選手。お願いします。いや、でも長澤選手は本当今年ね、うん、頑張ってもらわないといけない。そうですね、まあ、うん、大分2年目となる長澤選手、まあ、今シーズンは監督も変わりまして新チームとなりました。今実際新チームとなってどうでしょうか。まあ、だいぶそのチーム の, あの基本というか形っていうのはこう最初からやってたので、だいぶ形になりつつはありますけど、やっぱまあ細かい部分だったり、まあ、一番これからやっていかなきゃいけないのはやっぱ攻撃でどうやって相手を崩していくかというと、どうやって点取っていくかっていうのを、まあ、でも今日のトレーニングになってましたけど、はい、まあ、あとは去年に比べてやっぱ練習の強度がかなり高いので、ここはあの、まあ、みんな耐えながらですけどやってます。その下平監督の戦術だったりっていうのは長澤選手からご覧になってどうですか。やっぱ非常に細かいなっていうのは、あの、まあ、立ち位置というかボールをどうやって動かすという感じとか、あとはでも結構その選手のアイデアを尊重してくれるとか、こういう風にやるっていうのはある程度決めてはくれてますけど、逆にその選手たちが逆に違うことをやってうまくいったらそれもいいねっていう風にしてくれるので、まあでもそういうところはあの、まあ、選手としてはやりやすい部分もありますし、型にはまりすぎちゃうよりかはいいのかなと思います。いや、俺も練習をちょっと見に行かせてもらって、特に前の3人相当立ち位置変わったよね。特に3トップの両サイドが。そうですね、相当最初から開いてんじゃん。はい、まあ、あれはもうああいう風に言われてんだやっぱり。だいぶそうですね、もうウィングでウィングとしての立ち位置をすごく言われてますし、まあ、そこでラインの駆け引きっていうところはだいぶ言われてる部分だと思って、まあ、でもあの攻撃の回数っていうか前にボール行く回数は増えるんじゃないかなっていう、まあ、真ん中の僕とかゴヤとかイサだったりっていうのはやっぱ真ん中で駆け引きできるので、その時間が増えるのはありがたいですね。やっぱりボールの動かし方もすごく良くなったよね。あ、そうですね、そこの考えというか、まあ、パススピードもそうですし、どこにこう入っていくのかとか、どこで顔出すのかっていうのはあの細かく言われてますし、ここはでも、まあ、そこはでも肩さんの部分と似てる部分はあるけど、やっぱちょっとまた違う下さんの色っていうのは出てきてると思います。やっぱりこれまでのサッカーっていうのが基盤にありつつも、今シーズンは結構ガラリと選手たちの中でもやっぱり変わった感じはありますか。
そうですね、まあ、本当に今先ほど高松さんが言ってくださったようにウィングの位置があそこまで高い位置取るっていうのはなかなかないことと、まあ、去年と違ってやっぱ4バックでやると守備 の枚数を1枚減らしても守備になるんで、後ろのやっぱスライドとかスペースの埋め方っていうのはだいぶ必要になってくると思いますし、やっぱシステムが変わるというかサッカー自体が結構変わってるのかなと。でも昨シーズン長澤選手あのシャドー部分もやってた時期あったじゃないですか。自分自身としてはどのポジションが一番やりたいとか、ここがいいっていうのあるんですか？ 100% フォワードでやりたかったですけどまあでもチームの状況だったり、まあ、監督やコーチが考えてるっていうところをこうやっぱ、まあ、ベテランっていうかやっぱ上の方なので、そこでなんか自分がわがままなことを出しちゃダメだな、やれることをやっぱやらなきゃいけないなって思ってたので、まあ、でもやっぱその中で結果をね僕は残せてなかったので、そこはやっぱ今年はその悔しさがめちゃくちゃあるので、その借りは絶対に返したいなと思って望んでます。やっぱり長澤選手、うん、高さがありますからね。いやもうこれはね絶対の武器だから、うん、言ってもらおうよ。そうですね、今季の何点何アシストか、ね、それを守れなかったらね、視聴者プレゼントとかさあ、いいですね、はいはい、まずはでも10点は絶対取らない、これが折れなかったら、はい、プレゼントします。やったこういう無茶ぶりにも答えてくれるからすごいやっぱり真面目なんだよね。素晴らしいね。いやでもたくさんのゴールを見たいですし、うん、またベテランとしての役割もあると思うんですが、自分としてはこうベテランどういった役割があるって思ってらっしゃいますか？去年に関してやっぱちょっと1年目っていうこともあって、まあ、周りの選手を見ながらどういう性格なのかなとかっていうのをこう見ながらやってたんですけど、もうちょっとやっぱ自分が言ってあげてもいいかなっていうところはすごく去年感じて、そこはもうちょっとこう後輩だったり、まあ、試合中でもちょっとこう強く言う部分だったり、やっぱまあ北斗が結構こう試合とか練習では言うので、北斗だけじゃなくてやっぱ僕自身とか、まあ、ゆうきとかれい君とか梅さんとかこうもっと若手に対して要求した方が本当チーム全体としてレベルアップするんじゃないかなって思うし、そこはちょっと今年に関しては意識しながらやってます。いいね、やっぱりそれが本来の姿だから、やっぱりチームが勝つためにどうすればいいのかっていうのはやっぱりみんなで話し合っていかないといけないんで、まあ、若手ベテランって関係ないね。でもその中でベテランっていうのはやっぱりいろんな経験してるわけだから、やっぱりそれをやっぱり若いやつに伝えていってほしいし、まあやっぱりあとは競争だからね、その中でも、うん、チームでありお互いライバルでもありますからね。で特に長澤選手なんかスタートでも出れるし、まあ、途中からでも流れを変えれる選手だから本当貴重なのよ。で高さもあるし、去年の課題はやっぱり得点力不足や、うん、今年はね、うん、あの練習でもやっぱり攻撃な練習やっぱり多くなってきてるのかな。そうですね、まあ、結構こうまずボールをどう動かすかっていう練習が多かったので、だいぶ本当先週ぐらいから細かい、まあ、今日も含めてそうですけど、この攻撃の時にどうやって崩していくかとか、どこまでボール運んだらもっと行っていいよねとか、クラスまで行ったらこういうとこに上げようとか、こういう入り方しようっていうのをだいぶ細かくやってきてるので、そうですね、まあ、これからだいぶもうちょっとこう形になっていくっていうのはこれからなっていきやすいんじゃないかな、明確になっていくんじゃないかな、まあ、チームの、ね、形っていうのをまず植え付けて、そこからまた新たな自分たちの、ね、アイディア等でまたやってくるとは思うんだけど、まあ、またあとまだフォワードにねブラジル人がまだ来てないですけど、どうですかそのブラジル人、意識することはあります？いやあんまり意識してないですけど、まあでもなんか自分らしく自分のやっぱ強さというか、その持ってるものをやっぱ見せつけることが一番大事だと思いますし、やっぱ一番は本当結果残せばどんなプレイヤーでも試合に使ってもらえると思うんで、まあ、絶対的なやっぱ存在にならなきゃいけないなと思います。今シーズン大活躍を、いや、はい、できると思うよ、うん、昨日も見たし動きも良かったしね、うん、あとはやっぱりコンビネーションのところで長澤選手の動きを知ってもらう、うん、練習の中から
それがね今年は大事な鍵になるんじゃないかなと思いますね。そうですね、はい、そして選手たちがやっぱり頑張るためにもトリサポの皆さんの応援が必要だと思います。長澤選手にとってそのトリサポの皆さんってどういった存在ですか？そうですね、やっぱ僕がいた時はまだこういう今のコロナ禍なので、そのサポーターの声援とか応援っていうのは聞けてないので、なかなかまだその僕自身は寂しいというか、なかなか聞けなくて寂しい思いはしてますけど、いつかそういう日が来るために来る時を願って、やっぱ僕たちは戦い続けなきゃいけないと思いますし、やっぱサポーターの方があんだけ応援してくれてる中で、やっぱりこうその期待に応えなきゃいけないと思ってるので、サポーターの方の、目標というか見たいのは J1 昇格だと思うので、はい、ここに僕たちは全力で戦っていきたいなと思います。本当に公開練習もね、平日にもかかわらず、ね、500人のサポーターが集まるっていうのは本当にすごいことですね。いやもう期待度大きいんじゃない？まあ、長澤選手はやっぱりファンサービスとかはするタイプっていうか得意なタイプですか？はい、まあ、嬉しいね、でも別に声かけてもらえれば、まあ、でかいんで目立ちますよね、絶対街中で見かけると絶対声かけられるよねまあでも普通ですまあでもやっぱコロナ禍でなかなかファンの皆さんとの関わり触れ合いっていうのがないですので、うん、ぜひ今後もこのガチトリニータを利用していただいて、ね、うん、サポーターと皆さんとぜひ触れ合っていただけたら嬉しいです。はい、はい、ぜひお願いします。はい、ではおしまいにサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。はい、昨シーズンはすごい悲しいという辛い思いをさせてしまいましたけど、今シーズン必ずチームが一丸となって、J1 復帰に目指して頑張ってきますし、必ずその目標をたどりつけるように戦いますので、僕もゴール決めて皆さんを喜ばせたいと思います。また今シーズンもよろしくお願いいたします。ありがとうございます。では最後はガチトリニータのポーズいいですか？はい、お、やった、はい、せーの、ガチトリニータありがとうございます。今回のゲスト長澤俊選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。